これからどうなるの？怖いよ。シャーリー。ああ、よかった。怪我がなくてよかったよ。痛いところはある。今お医者様を呼んで。おばあちゃん、心配かけてごめんなさい。おばあちゃんもごめんね。勝手に人に話す前にあんたとちゃんと話さなきゃいけなかったんだ。ごめんね。目が覚めてからずっと検査とかいろいろで病院から出られない。私の暴走、ニュースになっているのかな。テレビもネットも禁止されてるからわかんない。警察の人とおばあちゃんが話をしてた。事件のことほとんど聞けてないけど、私逮捕されるのかな。今日で1週間、私はまだ家に帰れない。全然食べてないじゃないか、シャーリー。食べたくない。ダメだよ、ちゃんと食べなきゃ。ちゃんと元気になったら家に帰れるから。分かってる、家には帰れない。私これからどうなるんだろう。ずっと監視されるのかな。怖い、怖いよ。シャーリー、鎮痛だよ、早く。落ち着くんだ、暴れるんじゃない。そっちを押さえて。いつまでこれが続くんだろう。このままずっとおばあちゃんや他の誰かに迷惑かけるくらいならいっそ死んじゃった方がいいかな。助けて、助けて、誰か助けて。ああ、助けに来たよ。ずいぶん遅くなってしまった。すまない、シャーリー。ドラゴンさん、私を知っていてくれて嬉しいよ。私のこと捕まえに来たの？何を言うんだい。君が罪に問われることはないよ。悪いのは君を怖がらせた強盗たちと新人の警官たちが君に銃を向けてしまったのもいけなかった。私の方から謝罪させてくれ。あの辺りは町の再開発の一環で改修中の建物ばかりで、被害自体は強盗たちと警官らがかすり傷程度で済んだ。あまり気に病まないでくれ。でもいつか取り返しのつかないことをするよ。誰かを怪我させるかもしれないし、それでいつかおばあちゃんのこと絞め殺しちゃうかもしれない。そんなことには私がさせない。チャーリー、今日は君を迎えに来たんだ。シードの中でも特殊な子供たちを保護する施設があってね、君のような子供たちが一緒に生活しているよ。そこへ君を招待したいんだ。一緒に来てくれるかい？そこに行ってもまたおばあちゃんと暮らせるようになる？もちろんだ。それを叶えるための場所だよ。じゃあシャーリー、小指を貸してくれるかい？日本式の約束の儀式だ。破ると針を飲まされるらしい。こう？いつかこんな理不尽も笑って話せる時が来る。そうなれるよう私も力を尽くそう。約束だ、シャーリー。荷物は後でいろいろ送るからね。とにかく怪我と病気に気をつけて、生きてさえいてくれればいいよ。あんたまで先にいなくならないでね。
んと帰ってくるから。失礼ですが、シャーリーのご両親は？二人とも亡くなりました。三年前の忌まわしい日に。息子夫婦の残した私の唯一の宝です。どうかシャーリーを守ってやってください。ええ、必ず。ここどこ？他の車一台も通ってない。緊急車両用の地下道路なんだが、秘密の道につながっているよ。キングスクロス駅の9と4分の3番線のようにね。あ、そうだ、君に無体を働いたあの少年、捕まえた。彼は私の弟子でね、マスク面見習いで功を焦っているようなんだ。あの子も施設にいる？ああ、君と仲良くできるといいんだが。難しいかも。さあシャーリー、到着だよ。施設って？黙っていてすまない、君を驚かせたかったんだ。ようこそシャーリー、ヨハネ学園へ。学校？限られた者しかこの場所を知らない。シードの若者たちのための隠れた楽園だ。歓迎するよシャーリー、今日から君はこの学園の仲間だ。